覚えがあるぞ。はい、というわけで、続きやっていきたいと思います。エレベーターがあっちにあるってことは、あっちのドアから厨房に入ってこっちのドアから出てきたってことみたいだな。やっぱり船内マップは正しかったんですね。みたいだな。それじゃあそのマップを使って作戦会議でもするか。作戦会議？ああ、この先の進路を決めるためには必要だろう。そうだな、ちゃちゃっとやっちまおう。見たところルートは4つ考えられるな。うん、仮にこれらを ABCD としよう。まずは A と B についてだが、 A と B は両方とも L 字型の部屋につながっているようですね。ああ、だがその2枚の扉は両方とも鍵がかかってて開かなかった。ああ、もう調べたのか。次に C 方向の通路だが、これは大階段の方に伸びてるな。例のナンバリングドア5の扉の方か。お、じゃあ別れた他の4人はこの通路の先に。いえ、多分もういないと思うわ。どうしてですか？見て、階段の方ゲートが開いてるでしょ。さっき厨房に入る前に見た時には閉まってたはず。ああ、じゃあもうあれか、抜けたってことか。だけど今は開いてる。ということは、あの4人が開いたってことか。多分ね。どっちにしろ C 方向に進めば後戻りだ。あまり意味がありません。ってことは D か。 D ね。 D だな。D ですね。よし、決まりだ。 C デッキか。特に異常はなさそうだな。念のためもう一つ下のフロアも確かめてみようぜ。やっぱりか、 D デッキは完全に水没しちまってるんだな。ああ、あの大階段の下と同じですね。水位がさほど変わっていないのが唯一の救いだな。そうね。そんじゃとりあえず C デッキに戻るか。さてと、ここには何があるのかなと。階段の正面にエレベーターがありますね。ニキ、上のフロアにあったのと同じものみたいです。いや、上のやつとは微妙に違うみたいだぞ。ほら、扉の間にカードリーダーが設置されてる。またこの妙なマーク。またあれかな、惑星のやつかな。うん、これはヤシロのマークだな。そうなの？は？メスのマークに鬼のような角が生えてる。だから、あー、痛い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 。それで、マークが何ですって？なんでもないです。これは水星のマークですよ。あー、水星か。角のように見えるのはヘルメスの杖の翼を模したものです。ヘルメス、ヘルメスだかヘルペスだか知らねえが、とにかくこの装置を何とかしない限りエレベーターは動きそうにねえな。つまり彗星のマークが記されたカードキーが必要ってことね。多分そういうことだろう。ま、しょうがないわね。エレベーターは諦めましょう。こっちの左側の通路はどうなんだ？扉だらけですね。おいおい、こんなもんいちいち調べてたら日が暮れちまうぜ。日はもう暮れてると思いますけど。沈むとしたら太陽じゃなくて船の方だろうな。うまいこと言うわ。だったらなおさらやばいだろうが。とりあえずこっちの通路は後回しね。その前に反対側を調べてみましょう。それじゃ来た道を引き返すか。今度は右側に行ってみるか。ここも扉か。まあ4枚だけならさっきよりははるかにマシだが。開けてみましょう。
よし、そこの一番近いところから行ってみるか。鍵はかかってないな。行くぞ。ごくり。ああ、またある。ん？寝室？じゃないな、明らかに。おい、一体何なんだ、ここは。この、だだっ広い空間はよ。端から端までびっしりと、すごい数のベッドだな。病室でしょうか。ああ、それだ。確かに。消毒液の匂いがするわね。そうかもな。薬品やら医療器具の置かれた棚もあるし。いや、それよりも奥の壁にあるあの4枚の扉。ああ、378。左端の扉には3、一つ飛ばして左から3番目の扉には7、そして一番右側の扉には8。これまたあれかな、別れることになるのかな。いや、でもあれか、無理か。間違いない、ナンバリングドアだ。あ、無理ではないのか。一応なあ、3と7の間の扉にだけ何も書かれていないみたいだが、こいつは一体何を意味してるんだ。考えてもわかんねえ。今はとにかく扉を調べてみよう。ええ、そうね。やっぱりダメですね。そりゃそうよ、あっさり開いちゃったらのなりゲームが成立しなくなるもの。うん、レッドで認証しない限りナンバリングドアは。あれ？どうしたんだ？見てよ、レッドの表示板のところ。ん？サインが出てないわ。サイン？ほら、大階段のところのレッドには出てたじゃない？誰も入ってない時にはベイケントって。ああ。ああ、そういえば確かに。誰か入ってる？でも今は何も表示されてませんね。む。でしょ？ぶっ壊れてんのかな。試してみよう。無反応だな。7の扉のレッドも3の扉のレッドもか。全部同じように機能していないなんて。こいつは一体どういうことだよ。やっぱりだ、ぶっ壊れてんだよ。ゼロの野郎のメンテナンス不足だな。いや、それはそんなバカな、ありえないわ。ここまで用意周到に準備してきたゼロがこんな初歩的なところでミスを犯すと思う？つったって動かねえもんは動かねえんだしさ。基板が抜き取られてるみたいだよ。おお、ニールス、生きとったんか。我れ一味や、ヤツはセブンも、みんな無事だった。どうして？なんでお前らがこんなところに。それはこっちが聞きたいぜ。ではお互い情報交換といこうか。というわけなんだ。つまりこういうことだな。そっちの部屋どういう感じだったんだろうね。お前らがここを訪れた時にはすでにレッドから基板は抜き取られていたと。基板か。そこでこの大病室の中をくまなく探してみたものの、結局それは見つからず。だったらあっちの扉がずらっと並んだ通路の方にあるんじゃねえかと、お前らはそう考えたわけだ。で、探しに行ったのね。そうだ。すると探している間に声が聞こえてきた。
そこで声を追って大病室に戻ってみると、そう、君たちがいたというわけさ。なるほど。一応確認のためにレッドを調べておくか。そうだな。ん？装置の底の部分に細長い溝のようなものが見えるな。スリットというかスロットというか、とにかく電子部品を差し込むためのものだってのは間違いなさそうだ。おう。それにしても弱りましたね。レッドが動かなければこの先には進めないわけで。とりあえずまず基板を探して動くようにして、でまた半分け3班に分かれんのかな今度は。378で、あっちの直線通路の方は3班で行けんのか。あーでも分かんない、とっさに出てこない。どこか先に進めそうなところはなかったのか。12と16と17を作ればいい感じなのかな。いや、なかったな。病室なら腐るほどあったが、他には何も。病室？ってことは、あのたくさん並んでた扉は病室の扉ってこと？そうだ。この大病室とは違って個室のな。あとは通路の突き当たりのところにドアがあったけど、鍵がかかってて。鍵穴のところには例の星のマークが刻まれてたよ。うん。触れてみて分かったんだ。あれは木星のマークだね。木星。またか。至る所にあるんだな。うん。一体何の意味があるんでしょう。何の意味といえば、この大病室もそうだな。確かし。一体何なんだここは。この船は客船じゃなかったのか。この船はおそらく病院船なんだろう。病院船。名前は多分ギガント。なんで知ってんの。ギガント、何なのよそのギガントって。ギガントっていうのはな、20世紀初頭に建造されたタイタニック号の姉妹船でな、正式名称はギガンティック号という。おう。タイタニック号には外観も内装もそっくりな3隻の姉妹船があった。ギガント号はそのうちの1隻ってわけだ。当初はタイタニック号と同じく客船として運用される予定だったんだが、浸水後間もなく第一次世界大戦が勃発した。その影響によってイギリス海軍に接収され、病院船へと改装されたそうだ。その後ギガント号はエーゲ海においてドイツ軍の敷設した機雷に接触、損傷を受けながらもどうにか付近の浅瀬に乗り上げ沈没は免れたらしい。それからギガント号はどうなったのか。一説によると、イギリスの大富豪ゴルダイン卿なる人物がその船を買い取ったのだと言われている。何でもゴルダイン卿はタイタニック号の生存者のうちの一人で、事故のトラウマからかタイタニック号に関するありとあらゆる遺品を収集していたのだとか。おー。その収集癖が高じて、彼はいつしかタイタニック号そのものを欲するようになった。しかしそれは叶わぬ夢。タイタニック号は海の底だ。そこで彼はタイタニック号とウリ二つの姉妹船ギガント号に目をつけたってわけだ。そのゴルダイン橋とかいうやつが買い取ったのがこの船だっていうのか。そうだ。少なくとも俺はそう思ってる。そんなバカな、一世紀も前に作られた船が現存してるわけがない。まあまあ話を聞こうじゃないの。それで根拠は何なの。根拠。この船がギガント号だと思う根拠よ。それはお前あれだ、この船はタイタニック号と病院船2つの特徴を兼ね備えてる。だから。まさかそれだけの理由。いや、まだある。何を。それはそのなんだ、分からん。記憶喪失。
まだ治ってないのね。ええ、すまんな。でもなんか引っかかるもんはあるんだ。あ、ちょっと待ってくれ。記憶喪失？うん、そういえばそうだ。記憶喪失なのか。はあ？今さら？もしかして知らなかったのって俺だけ？どうして？ああ、そうか。お前にはまだ言ってなかったな。あの大階段のところへお前がやってくる前に他のみんなには教えたんだよ。ああ、そっか、最後だったんだっけ。目覚める前のことを何も思い出すことができねえってな。そんな。金の音か。大階段にあったあの時計の音のようだな。12回か。12時ですね。タイムリミットまであと6時間。時間がもったいねえな。とにかく動こう。レッドの基盤を探しに行くんだ。探すって言ったってどこを探せばいいのよ。この大病室の中はすでに調べた。すると残された場所は一つしかない。一つ？一つ。いや、一つじゃねえか。まさか。うん？ちょっと待ってよ。ここにある部屋を全部探せって言うの？一人一室ずつ行っても、でも何部屋あるんだろう、そもそも。安心しろ。すでに4部屋は俺たちが調べた。4部屋。4部屋って？あとは8人で手分けして当たれば、なんとかなるだろう。12部屋あんのか。一人につき6部屋ずつ調べるや、48部屋は片付くことになる。ちょ、残りは48部屋なの？知らん。おのおの、担当するエリアと順序は理解したか？うん、バッチリです。時間は次の鐘の音が鳴るまでだ。集合場所は大病室でいいよな。ああ、問題ない。基盤を見つけたら、とりあえず声を上げて知らせればいいのよね。一人6部屋か。時間までに見つかればいいんだけど。まあ、それだけ探しても見つからないのなら、別の対策を練った方がいいってことだね。ニルスが一番大変だな。では、どの場面においてもこいつが、うん、一番ハンデでかいよな。そういうこったな。それじゃ、行くぞ。1時か。みんなのところに戻らないと。え、省略されてる。探索パートじゃなかったのか。あ、この顔は。あいつら、こんなとこに集まって何を。ん？どうしたんだ？え、ちょっと待って、ニルスは？純平君、見てください。お、ベイケント、空室だと？おいおい、基盤を見つけたのはどこのドイツだよ。見つけたら声を上げて知らせるって、そういう決まりだっただろ。それが。なんだよ、なんで黙ってるんだ？ん？まさか。それがね、わからないのよ。わからない？私がここに戻ってきた時にはすでにこの状態で、その時部屋の中には誰もいなかったの。つまり私が一番乗りだったってこと。なのに基盤が。は？ちょっと見せてみろ。確かに下に何か刺さってるな。他の2台は同じよ。確かめてくる。社の言った通りか。なあ、念のため確認させてくれ。ここにいるみんなは全員心当たりがないんだよな。ああ、ないですね。
ん？ちょっと待て。ニルスはどこだ？そう。ってことは、ニルスが基盤を？さあな、わからん。直接聞いてみないことには何とも言えないわね。でもなんかいないのはおかしいよな。それにしても遅えな、あの野郎。一体どこを突き歩いてんだ。もしかして道に迷ってるんじゃないでしょうか。ああ、その可能性は高いな。あいつは目が見えないわけだ。そんなことありえないよ。お兄ちゃんは確かに目が見えないけど、音を聞けば何だってわかるんだから。だから道に迷うなんて、そんなこと、そんなこと絶対に。私探してくる。おい待てよ、四つは待てって。行っちまった。参ったな。どうするか。レッドは動くようになったけど、二人を置いてはいけません。私たちも探しに行きましょう。たく、しょうがねえな。あ、そんな髪型なんですね。基盤探しの後は人探しか。やれやれだぜ。とにかく行こう。ぐずぐずするな。こっから動くのか。タイムリミットまであと5時間を切ってるんだからな。うん。ここからは手分けして探そう。はいよ。じゃあ俺はこっちを調べるぜ。では私は向こうへ行こう。俺はあっちだな。それじゃあまた後でね。さあ俺たちも探しに行こう。はい、行きましょう。でもどこから探せばいいんでしょうか。まずはそうだな、カチノバ一等船室方面。個室が並んだ直線通路。B デッキ行ってみますか。上から行く？ B デッキのカジノバーの方に行ってみよう。わかりました。了解です。おい、そんなとこで何やってんだよ。見ればわかるでしょ。ニルスを探してるのよ。む。まったく、そんな風には見えないが。そう？気のせいじゃない？いや、気のせいだとかなんだとか、そういう問題じゃないだろ。ところで、純平くん、紫さん、一つ提案があるんだけど、聞いてもらえる？聞いてみましょう。なんだ？遠回しな話は嫌いだから、端的に言うわね。はい。あなたたち、私と組む気ない？どういうことでしょう？組むって？組むは組むよ。私と一緒にナンバリングドアに入らない？って言ってるの。あ、そんなこと言ったって無理ですよ。どうして？純平くんのバングルナンバーは5、私は6、八代さんは8だから。ああ。私たち3人の数字根は1になります。でもあの大病室に1の扉はありませんでした。あったのは3、7、8の扉だけで。だったら1人加えればいいじゃない。ニルス。誰を？わからないの？セブンよ。セブン？ああ、そういうことか。うん。なるほど。確かにセブンを加えれば、5たす6たす8たす7イコール8か。26。26の数字根は2たす6イコール8か。ちょっと待ってくれ。他の4人はどうするつもりだ？一宮、ニルス、サンダ、四つ葉の4人は。足してみればわかるでしょ。1たす2たす3たす4イコール10。ってことは1たす0イコール1になるから。おいおい、4人の数字根は1じゃないか。そうね。そうねって、あの大病室に1の扉はないんだぞ。知ってるわよ。もしかして置き去りにするつもりですか？人聞きの悪いこと言わないでよ。
私たちがこの船から脱出したら救助を連れて戻ってくればいいでしょ。そうすれば置き去りってことにはならないわ。なあ、そういう考えか。嘘つかないでください。そんなつもりなんてないくせに。あら、どうして。分かってるんでしょ、タイムリミットまであと5時間もないんですよ。仮に今すぐ脱出できたとしても5時間で救助を連れて戻ってくるなんて不可能ですよ。そんなことやってみなければわからないじゃない。こいつ、待て待て待て。というかそもそもだ、俺たち3人にセブンを加えたところでこの船から脱出することなんてできないぞ。俺たちだけじゃ旧の扉は開けないんだからな。そっか、そういえばそうですね、4人の数字根は8だから一宮さんの1を加えないと。そういうことだ。4人で進んだところで一宮がいない限りは手詰まりになっちまうんだよ。うん。あら、そう、それは困ったわね。困ったわねって、お前。とにかく別の方法を考えましょう。8人全員で脱出できる方法を。8人全員、そんなの無理よ。何寝ぼけたこと言ってんの。ん？ナンバリングドアの先へは多くても5人までしか進めないのよ。9の扉だって同じでしょ。間違いなく3人はあぶれることになるわ。確かにそれもそうだな。いや、ちょっと待て。今の話には何か重要な事実が抜け落ちてる気がする。でも本当にそれでいいのか。重要な事実、少なくとも3人はあぶれるんじゃなくて確実に死ぬってことだろう。それは、そんなのは。ねえ、悪いけどちょっと一人にしてもらえない？考えたいこともある。なんだか後味の悪い話を聞いてしまいました。まあ、なんだ、とにかく今はニルスを探すことだけに専念しよう。そうだな。そうですね、先のことを考えるのは後にしましょう。あ、そうだな。さてと、それじゃあ次はどこに行けばいいかな。すぐ近くだし一等船室の方に行ってみよう。ああ、全部回れるのか。かけよう。大丈夫か。心配なのもわかるが、なんというか。置いて、置いて。置いてって。ほっといてって言ってんの。うざいんだよ。消えてよ。イライラするの。あんたたちを見てるの。私のことなんか構わないで、どっか行ってよ。目障りだから。あ。何ボケっと突っ立ってんのよ。聞こえなかったの？そう、だったらいいや。あんたたちが行かないなら私が。分かったよ、行こう紫。なんか失敗のためにも早くニルスを見つけてやらないと。なんか知ってんじゃないか。次はどこを調べてみるか。おい、またカジノ行けんのか。なあ、Cデッキに戻ってみないか。あの個室が並んだ通路の方を調べてみよう。うん、わかりました、行ってみましょう。あ、一宮か。おう。おい、ネルス、どこだ、どこにいる。いたら返事をしてくれ。行こう紫。ああ、君たちか。
ニルスは？って聞くまでもないか。その様子からするとまだ見つかっていないようだね。なあ、そっちも同じみたいだな。本当にどこに行っちゃったんでしょうね、ニルス。四つ葉のためにも早く見つけてやらないとな。そうですね。それにしても四つ葉とニルスって本当に兄弟なのかな。どうしてそう思うんだい。どうしてって、そんなこと聞くまでもないだろ。二人は全く似てないじゃないか。ああ、言われてみれば確かにそうだね。義理とかなのかな。だが、いろいろと似てない兄弟なんてこの世界には5万といるだろう。確かし、別に不思議なことでも何でもないさ。とにかく一刻も早くニルスを見つけ出さないと。時間はどんどん過ぎていく。無駄話をしている場合じゃないぞ。さ、捜索再開だ。ここは私に任せて、君たちは別の場所を頼む。わかりました。純平君、行きましょう。任せるとしよう。いろいろと気になることはあったが、とりあえず考えるのは後回しだ。一宮の言った通り、まずはニルスを見つけないと。次に向かうべき場所は、まあ、戻るか。大病室に戻ってみないか。わかりました、戻ってみましょう。あら、あら、サンタ何をしてる。見りゃわかんだろ、ベッドを調べてんだよ。気になることでも。おいおい、お前は気にならねえのかよ。え、こいつのレッドの基盤のことだ。ああ、突き刺したのは誰かって普通は気になるだろうが。そうですね、確かに気になりますけど。お前は誰だと思う。わかりません。じゃあ順平はどうだ、誰が基盤を刺したと思う。この三択なのか。ニルスじゃないんじゃないかな。八人以外の何者か。おそらくゼロだろう。どうして。決まってるだろう、やつはこのゲームの首謀者だからだ。なんかでも辻褄が。だからこそやつである可能性は低いんじゃねえかな。そもそも最初に基盤を抜き取っておいたのは誰だ。ゼロだろう。ああ、そうだよな。だったらどうして奴はわざわざ自分で抜き取った基盤をもう一度刺したりしたんだ。全くその通りでございます。すいませんでした。なんでそんな二度手間みたいなこと。協力者。確かにそれもそうだな。するとどうなる。レッドに基盤をぶっ刺したのは誰だ。つまりお前が言いたいのはこういうことか。俺たちの中に基盤を刺した人間がいると。ビーンゴ、ご名答だ。だがもしもそうだとすると、そいつは基盤を刺したことを俺たちに隠してることになるよな。ああ、なぜだ。さあな、バレると何かまずいことでもあるんだろ。まずいことって。知らねえよ。知られないようにするために隠してんだろうが。だがもしかしたらニルスが消えちまったことと何か関係があるのかもしれない。ニルスのことと。そうだ。とにかくこのゲームは誰かを信じたら負けになる。お前らも気をつけるといい。一番信頼してる相手が裏切り者かもしれないぜ。釘刺されたな。だとさ。